真っ赤ないちごに牛乳のジェラート、春を感じるこのデザートには大分なじみの味が。これ野生馬入ってるんですかって聞いたら、あの架橋シェフからここにちょっと見えますって言って写真が送られてきて、なんとかやり取りをして完成しました。創業72年の野生馬本舗田口菓子舗、郷土料理の野生馬をアレンジした和菓子を作り続けています。しかしコロナ禍で売り上げは9割減少。そこで今回3人のシェフとのコラボ企画が誕生しました。お土産品としての認知度はすごく高いんですけど、なかなか日常的に食べてもらえていないなっていうのを感じていて、大分県内の皆さんにも郷土の味というのを思い出してくれる存在になるんではないかなと思って今回の取り組みを行いました。今回はイタリアン、フレンチ、和食、それぞれのジャンルのシェフ3人が野生馬のアレンジスイーツを考案し店で提供、また家庭でも作れるようアレンジレシピを SNS で発信することも決まりました。別府市のイタリア料理店ではスイーツの提供が昨日から始まりました。これ食べて美味しいからこれだけでいいじゃんみたいな感じになるけど、料理しないとなっていうのが、ああどうしようかなと思って、微調整みたいな感じ。完成したのはマチェドニア。イタリアンと野生馬それぞれの魅力を引き出すデザートとなりました。試行錯誤して完成したおしゃれなデザートの初めての試食、その味は、うん、美味しいです。これはもう間違いなく喜んでもらえるんではないかなと思います。コラボレーションをきっかけに野生馬を知ってもらって親しんでもらえたらすごく嬉しいです。70年以上大切に守られてきた郷土の味は、土産品から日常のスイーツへと変貌を遂げようとしています。